実感的に今のところ、売れていれば問題はない。それは感じる。それが自信には、監禁されていなくても、だ。売れた、という結果の利益とは、自身の存在を一応派、守ってくれる。今のところは、絶望的でさえある状況に陥るのは、売れてない、から。自分の状況を外部的に見て、それを言うのは逆効果のような気もしないでもないが、宗教戦争のようなものではある。なんで俺がお前を養わねばならないんだ、との。一つの答え?としてそれは、大賀さん、その反応ではある。問いへの答えだ。稼がない、働かない、要求、それも無視する相手をなぜ養わねばならない?それは当存在自身も同じことを言うだろう。そんな返答。勝利への執着は最後、自分にとって都合のいいルールへの変更という形にはなる。その秘訣が、物理へ、